最強昇進日本プロレスはこのレスラーが来ていただきました。純真サンタさんライカー流暢です。中心サンタさんライガーと対戦するのはこの男、先日もテレビ出ましたね、はい、おいしましょう。全日本プロレスから年末ジャンボ鶴田選手入場です。さあこの試合に特別レフリーをお呼びしましょう。特別レフリーはこの辺り先ほどの選手で大谷レフリー選手に出ます。さあ普通に上がってきましたけどね、あなたが狂気持ってますね。あなたが狂気持ってますね。危ないですよ大谷さん。さあ特別レフリーを、じゃあ私預かっておきましょうか。刀はね、すいません、いただきましょう。さあ行きましょう。じゃあチェック OK ですか？ OK ですね。さあ行きましょう。ゴー！さあ対応した重心サンタさんライガー VS 年末ジャンボ鶴田。さあ脱いで脱がして水平ジャンプ。さあちなみに年末ジャンボはプロレス知りませんので、はい、さあキック。さあヘッドロックからの重心サンタさんライガーを、そう、お、絞ってる絞ってる。さあ、仕事ぞ。無理無理、これはないから。これで決まったらつまんねえし。可能性ありますけどね。可能性ありますけどね。さあ、見えないロープにジャンボが振った。さあ、ラオさあ、力負けしない重心サンタさんライガー。さあ、ムッチョ。さあ、ジャンプ系。さあ、ジャンプ系、こんな。危険ですよ、王の内容は。さあ、ビエロープに振った。さあ、ラレットがジャンプに。さあ、ミヤロープ振った。さあ、正面だ、正面。さあ、顎に当たった。これ、ちょっと聞いてますよ、外。そうですね、これ聞いてますね、これ。ヘビーの方にね、さあ、もう一発いくか。あれ、いくな。どれだよ。さあ、ミヤロープ振った。当たりましたね、一応。さあ、見せ切りですね、今。さあ、これはさあ、ホール。カウント早いですね。カウント早いですね。さあ、連発ジャンボ。さあ、鶴田がちょっと使いますよ。さあ、首投げからの首投げですね、これね。
首投げてからホールですか。初めて見ました、首投げからホールは。さあ、ライダーが、さあ、まだホール、遅くないですか、遅くないですか、早いなら早い、遅いなら遅い、どっちでしょうね。パワーボム、ジャンボさん、どっち？ライガーボム行くぞ。さあ、ライガーボム、これモテるんですかね。ちょっと体重的にね、せーのってなんだよ。さあ、ライガーボム、さあ、ホール、ワン、ワン、必殺技でワンって返されちゃった今。あんた遅いからワンって返されちゃった今。危ない危ない、さあ、コーナーパスに止まってるから何回登るんだよ。さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。さっきからやってんだけど。フットストップ、あ、違うな。あ、かわした、いいよ、かわした。いいよ、かわしたに頭が効いてる。さあ、膝が痛いじゃないわかりますけど、相当頭ぶつかるんですかね。なんだ？さあ、年末ジャンプ。あ、年末ジャンプで宝くじ、どういうことですか？さあ、師匠のお金ですかね。これ本物のお金ですかね。2000万ですかね。これ本ですよね、これ。さあ、ね、あ、これはお客さんが選んで技を決められるってことですかね。この2つの技がある。あ、一等がバックドロップ、二等が、なんか、二等がちょっと、ラリアトップ。さあ、下から、さあ、さあ、年末ジャンプ当たるか、サードを使うか。お客さんのうち。カードちゃん。バックドロップだ。バックドロップ。さあ、年末ジャンプで引いたのはバックドロップ。さあ、一等のバックドロップか。さあ、スリー。さあ、バックのドロップ。さあ、じゃあもう一発だ。もう一発。さあ、なんでこれ。おなり。やってる、やってる。